今日のポイントはどこですか？ミアの今日のポイントは、今ちょっとだけ上手にできた、いつもより上手にできた黒のリボン。あとカチューシャが可愛いわ。そう、さっきさ、なんかあのするのを思い出せませんでした。バタバタしていてね、装着してたよね、さっき可愛くなってる。今日はこのガルフィーの帽子、帽子、帽子、イエス、イエス、帽子。あ、80名ももう来てくれてる、ありがとうございます。ということで、では自己紹介をしていきたいと思います。はいはい、レイジのデスマシーン、ユッキーこと星野ゆきなと。はい、アニメ大好き高校生の三原ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は私たち北海道コンビでどすこいどすこいどすこい配信していきたいと思います、はい、皆さん今日は45分くらいまでね配信していこうと思いますので、ぜひ皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも、イエーイ、やほやほ。最近2人で配信すること多くない？ある、ね、多い。なんか去年までは全然1回くらいしか配信したことなかったけど、今年は立て続けにドサンコセットって言われてるよ。ドサンコセットでね配信しております。ありがとうございます。よろしくお願いします。最近めっちゃさ2人でさ、なんかさレッスンの時とかもそうやけどさ、移動の時とか大爆笑してること多くない？大爆笑、うん、なんかね、目合っただけで爆笑しちゃうの。なんか言ったこととかがさ、うちらにしか分かんないこととかがあってさそれみたいなの2人でやってるよね。でもそれがすっごいなんか結構どうでもよかったりするね。そう、なお面白いって。そう、どうでもいいことだから内容とか全然覚えてないんですけど。そう、本当に覚えてない。そう、めっちゃくだらないことで2人でね笑ってることが多々ある。今日は札幌終わりでした。あ、そうなんだ。最近でもこっちもさ、天気あんまりさ、なんかすごいいいわけじゃないよね。この前も雨降ってたし、ね、この前雨の中本当ライブ来ていただいてありがとうございました。いや、ありがとうございます。うち機械とかも ね天気すごい悪かったから、ね、週末天気悪いのかしら最近ね。北海道には美人しかいないのかな。やだ、嬉しいよ。リラさんもね。そうだね、リラさんも美人。美人、かわいい。かわいい ね。お目目パッチリしてて、お目目まんまるパッチリな、おバカちゃん。一番ちっちゃい、一番ちっちゃくておバカだ。北海道の方言全開でいこう。あ、じゃあもう今日は全開でなまらなまらなまら楽しんでいくべさ、いくべさ。可愛くない？なんかやだね。ベサって使わないもんね、うん、普通に。なまらもあんま使わないよね。そう、あんま使わない。なんかしささったとかさ、あ、おささった、おささった、ね、めっちゃ言うけど、やばい、ボタン押ささったみたいなの、ね、あ、エレベーターのボタン押ささったみたいなね。うん、そう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 、かわいいやん、ほんと？え、あれもほら、メサ使わない、言わないって言ってる、ね、そうなの、そうなの、うん、だから、この前もね、お仕事で北海道弁で何かやったらどうって言われることが多くない、うん、でもさ、何も出てこなくない？そう、何も出てこない。なんかさ、日常で使うのかな？ね、本当に好きっていう時にさ、ほんまに好きやでとかなるわけじゃん。ゆずちゃんね、例えばね、好きやけんとかさ、うん、めいちゃんだったら好きじゃけんなのかもしれないけど、うんうんうん、なんかそういうのがない、ね、ないね。好きってなんて言うんだろうね、北海道弁で。好き、え、好きじゃない、やっぱり好きなのかな、うん、名前好きだべさ、名前好きだべさよよよほら、なんも、あ、なんも、なんも、ごめんって言った時じゃない？あ、なんも、あ、ごめん、ぶつかっちゃった、なんも、なんも、あ、え、確かに、使うかも、なんも、なんも、あ、確かに、確かに、へえ、そっか、そっか、なんもも方言なのか、ね、なんかあんまりさ、使わないから、方言って思わなかった。でも聞いたことないかもね、あんまりこっちでもね。もうなんか2年間さ、もうこっちいて、もう1年経つじゃない。1年経ちます。そしたらさ、北海道弁って忘れない？なんか自分たちが今まで使ってきた北海道弁が全く出なくなる。ああ、確かに。
音程も違うって言われるから、うんうんうん、でもその音程は未だにちょっとよくわからない。なんとかでさ、したっけさ、なんとかでさってめっちゃ言うよね。そう、さめっちゃ言う、ね、さめっちゃ言う、さめっちゃ言うな、うん、そしたらさ、何でさみたいな、したっけさ、そうなってさ、なんとかだったらさ、なんとかだったさ、うん、さで終わる、終わるもよくね、なんとかだったささはめっちゃ使うかもしれない。じゃあそれで、それでなんかお仕事来たらやるか。じゃあさを語尾につけて、その北海道弁で相手に好きという気持ちを伝えてください。ゆきなちゃんがうまそうですね、こういうのは。ゆきなちゃんがうまそう。ゆきなちゃんの聞きたい。ゆきなさん、出会った頃からさ、君のことさ、すごく気になっててさ、めっちゃ優しくしてくれるからさ、ゆきな、なんかいいなって思っちゃってさ、好きになっちゃった。あら、付き合ってさ。いやー、もう最後、付き合ってさは言わないか。最後あれだったな。付き合ってさ。付き合ってさ。ドキドキしちゃった。そういうことですね。いいですね。うん、これが北海道弁です。そうです。みはらちゃんの目、何、なんかどんな目してた。こうやってニヤニヤしてる。あー、やだ、やめてよ。内容が入ってこない。そう、さあばっかり使いますけど、じゃあ今度からあの北海道弁、やっぱさ、でも北海道弁を喋れるとさ、自然なんだもん、これが。やっぱさ、喋れるとさって。強みになるじゃん。うんうんうん。私この方言、そう、方言喋れます。だから今後あの今度さ二人でさ配信するとき、なんか考えてさ、それを当ててもらうみたいな、やんない？できるかな。いっぱいあるかな。あ、あるっしょ。しょ。しょもそうなの？ない。え、でもなんかゴミステーションが方言なのしてる。なんで？ゴミステーションじゃん。いや、なんか方言なんだって。いやいやいや、じゃあもうさ、ばああ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 あ、ごめんね、ばのばがさ、もうステーションってことじゃん。そう、じゃあもううちらの方がもうあれじゃん、ちょっと一歩先行ってない？そう、ナショナル、インターナショナル、インターナショナル、ハスしてる。そう、イエー、道外で通じないんだ。そう、なんかびっくりした。ゴミステーションって通じない。なんか授業でね、習ったの。ゴミステーションの北海道弁ですみたいな。手袋を履くとかさ、あ、つけるっていうじゃん。あ、なるほどね。確かに北海道、道外の方は、うん、そう、ショなんだよ。え、これうまいっしょみたいな、これおいしいっしょみたいな言わない？うん、言う、ね、おいしいっしょ、うん、え、これかわいいっしょみたいな、うん、え、この爪かわいくない、え、かわいいっしょみたいな感じだよね。でもなんかどこが方言なのかがわからないかもね。なんかその瀬戸際が普通に言ってるから。確かに。ゴミステーションって何？ゴミ捨て場。ゴミ捨て場、お家のゴミ捨て場。ゴミステーションに捨てといて、投げるって言うの？ゴミ投げといて、言う、めっちゃ言う。目がいずい。あ、確かに。あ、いずいもか。え、体怖いもじゃない？うん、だるいみたいなことだもんね。そう、でもなんか怖いとだるいで使い分けてた思い出がある。体だるいはさ、もうなんか疲れたみたいな感じじゃない？なんかだるい中だるい、うん、体、うん、風の一歩手前みたいな感じじゃない？怖い？わかる？うん。なんか怖い、なんか心配になっちゃうみたいな感じがする。うんうん、なんかあれだよね、不調な気がするみたいなことだよね。そう。だるいはめっちゃみたいな感じだけど。だるいはだるいの。そう。体怖いはなんか変な気がする。うん。なんか寒気する気がする。うん、うん、なんか体怖
怖いみたいなね。え、わかるわかる。そうなんですよ。ルモイより北が訛り強いの。へー、知らなかった。で、北海道の中でも違うんだね。ねー、違うんだ。いやー、やっぱりそうだね。ちょっとこの北海道弁講座みたいなのちょっと今度やりましょう。あ、リラさんも連れてこよう。ねー、ね、楽しそう。リラさんなんか楽しそうだな。リーも連れてきて、え、それは北海道弁なのとか言わせて。え、優秀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 。体怖い、使っていくか、使っててください。今度じゃあそういう配信をしたら、ね、そっから皆さん北海道弁行きましょう。すごしゅすごしゅすごしょうすごしょう。ということで、はい、したっけ、この辺でこの話は終わりにしたいと思います。結構北海道弁トークしちゃったね。失礼しました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近は私たちね、2月の19日にね、はい、かしちゃんの卒業ライブがありましたけども、なんか全然実感が湧かなかったのが、かすみさんの口からって聞こえる感じで、なんかかすみさんはこう10年間アイドルとして新しい道に進まれて、それぞれの思い出みたいなのが多分送るねって言ってたけど、ね、もうかすみさんの気持ちが溢れすぎて、もう全員にさ、すっごい長くなんか気持ちを伝えてくれて、なんかすごい、なんかやっぱ一言じゃ抑えきれないっていう、その伝えたい思いたくさんあるんだっていうのがすごい感じて、なんかすごい愛してきていただいたんだなみたいな、そう思って、本当に家族としてさ、接してくれてたんだなっていうのをすごい感じる、ね、なんかこの前久住さんが、それこそみおちゃんが入ってきて、なんか今までものメンバーも家族って思ってたけど、今のメンバーもすっごい、なんか自分の中ではすっごい大切なファミリー、家族って思える時が、最初はね、本当にみおちゃんが加入する前は多分ね、そう思える未来が見えてなくって、すっごいなんか別に仲が悪いわけじゃないけど、なんて言うんだろうね、分かり合える時が本当に来るのかなみたいな不安を結構みんな多分抱えてたから、そうだから、ウィンターロードのリリビを通してめっちゃ仲良くなって、ちょうどみおちゃんがそのタイミングで加入してきてくれて、めっちゃ7人8人かの思い出がこう増えて1年間経ったから、なんかなおその家族みたいな存在になれて、なんか良かったなみたいな、本当に良かった、ね、気持ちがすごい伝わるライブだったなと思って、そうまだね、会場来れてないっていう方もコロナでねいらっしゃると思うし、今回配信ライブ2週間アーカイブ残るのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ可愛かった、すっごい可愛かった。最後までかすみプリンセスだったね、もうなんかお姫様だった、女の子の夢の姿、超可愛かった。しかも今までのかしちゃんの卒業衣装とはまた違う感じ、生誕衣装とかだとさ、あんまりこうなんていうの、肌を出してるイメージがなかったから、なんかこの10年の成長みたいなのがひしひしと伝わる、衣装からもそうだし、すごかった。10年の集大成だった。ね、素敵でした、本当に。そう、でもなんかさ、かすみさんのことだからさ、みんな来たよみたいな感じでしょ、ね、さ、なんか突然来てくれそう、ね、来そうだよね、普通に。なんかライブ会場とかにもさ、かすみ今日来ちゃったみたいなさ、やりそう。見に来たよ。そう、なんならかすみ出ようかみたいな。いや、絶対やるよね。今日の瀬戸りなら、かすみ分かるかなみたいな。みたいな、ね。そうそうそう。だって。絶対やるよ。トリップとか、ホワイトトリップとかどうなるんだろう。ねえ、誰が当たるのかっていうのもそうだしさ、これからの季節はさ、それこそ交代式が26日にあるんですけども、そちらで、今までのネイズ、このネイジの期間が終わってまたマーレに変わるんですけど、はい、そう雪曲がねあんまり多分歌わなくなってくるのかな、そのライブでは違う、なんか雪曲がたくさん見れるライブとか、夏に降る雪みたいな公演もやるかもしれないですけど、その対バンライブとかでさ見れる曲がさ少なくなるわけじゃない、だからさ、そのホワイトトリップとかもいつ見れるかわかんないからね、ね、すごい楽しみにしていてほしい。誰が
かすみさんの意思を引き継ぐのか、そしてね、にゃんも移籍しちゃうからさ、エールとか最後のさ、こう前出る人が誰になるのかとかもさ、結構なんだろう、変わりそう、みんなの、なんか今まで見てたものじゃなくなる、新しいものが見れる気もするし、そう、でもなんかもともとあったさ、そのネイジとマーレの先輩たちが作ってきたものは壊したくはないし、受け継いでいきたいから、そのいいものはさ、そのまま残して少しずつ変化のある新体制になって変わっていくっていう部分も楽しんでもらえたら嬉しいです。大変革しそうね、なんかやっぱり2人がいなくなるっていう、その私にとっては大黒柱が2本スポーンって負けるからさ、みんなで全員でこう支えていかな、いけないところじゃない、やっぱ君のおちさびの2人だね。そうね、確かにそこも2人で今やってたもんね、あのカスちゃんとね、ね、だからそういう新鮮な気持ちでね、なんか時間が残り、明日と明後日と交代式のネージュパート、ネージュパートね、3回あるから、まずここのね、7人でのステージを、皆さんにね、楽しんでもらえるように、はい、ということで、明日は渋谷でのね、ライブかな、対バンライブになるんですけども、明日でね、今の新衣装、はい、新体制の衣装が、ネージュでいただいた衣装が見納めに、しばらくね、なるんですよね。そうなんですよ。それもさ、前回の交代式でさ、いただいた衣装だったじゃん。そうだよね。そう、それでリスタートで始めたもん。そうだよね。着替えてから。そうだよね。だからそれもめっちゃ思い出深い衣装だからさ、みんなぜひぜひ、明日も渋谷でライブがあるので、見に来ていただけたらと思います。お願いします。よろしくお願いします。そして24日はね、ネイジュとしてラストの定期公演、そしてしばらくネイジの定期公演はラストになるし、ニャンが一緒にね、定期公演できるのがラストね。そう、すごいあっという間、めっちゃあっという間だったよね、発表からさ、1ヶ月もう、1月16日だもんね、1ヶ月も経ってるんだよねって思うと、めっちゃあっという間だよね、本当に早い、ね、そうあっという間だよ。だからもうね、絶対見逃してほしくないなって思ってて、そうで、24日はね、新ネイジの衣装が見納めということで、違う衣装を着るんですよね。はい、そうなんです。じゃあ木曜公演では発表しちゃいたいと思います。木曜公演ではなんと初期衣装を着用しちゃいます。イエーイ、久しぶりの初期衣装ですね。はい、久しぶりの初期衣装ですね。7人で着るっていうのもなかなかないです ね。あれ8着ありますもんね。8着あるから8人で着るっていうことが多かったんですけど、ね、今回は7人で、はい、初期衣装、まあ、ネージュとして初めていただいた衣装で、ニャンにとっても思い入れがとても強くてそうで、ネージュラストの定期公演ということでね、しばらく見納め定期公演ということで、今回は初期衣装をみんなで着たいと思います。なのでね、ぜひ皆さん、ここのね、ライブ3つはね、やっぱり違う衣装で多分登場すると思うのでね、全部のライブ、かわいい私たちで登場しちゃうからね、レアなね、衣装を着るっていうのもあるので、しかもここから周りになるってことは、多分もう半年くらいさ、初期衣装着てる私たちは見れないわけですよ。なので木曜日のね、定期公演もぜひぜひ節目となるライブとなりますので、はい、遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大事なライブいっぱいですが。そうなんです、大事すぎますよ。皆さん、初見さんもありがとうございます。ありがとうございます。ジュエルネージュ雪のグループです。ぜひぜひツイッターもやってますので、初めて見たよという方他にいたらぜひツイッターも見てみてくださいね。ももちゃんさんがみおちゃんを締めってブログに書いてたのって、やだ、ももちゃん勇気なわ、はい、おめえ
年だからダメかしら。なんか同い年だと友達になるよね。なんかそういうとこない？だってゆきなんか見取りりかをさ、友達なんだけどおしまーみたいなの言わなくない？うん、言ってない ね。でもめちゃめちゃ仲がいいね、見取りりか、ウケる。あの人マジで。この前も対バンの時、隣の楽屋でルージュさんがいらっしゃって、あのリリーがパーって出てきて、はぁ、ヤッキャーみたいな、あ、初めてみたいな、いや、この前ごめんみたいな、やらんじゃってごめんみたいな、大丈夫だよみたいな、大丈夫みたいな、え、全然大丈夫みたいな、次こそ一緒に歌おうねみたいな。いいね、いいノリ。そう、仲良し、うん、言い方がアメリカンでめっちゃわかる。リリーなのよ、外国人っぽくない？外国人っぽいじゃん。なんかパワフル。陽キャの極み。いやでもうちらもマーレになって新体制としてさ、こう始まるわけじゃないですか。 うちらも陽キャみたいな感じでテンション高めでいっちゃいますよ。頑張ります。ジャリーメラメラさん、またジャリー、ジャリー、あ、これ2番。ぶっちゃけぶっちゃけ、そう、テンション高くいっちゃいますよ。リリーってゆきなちゃんが命名した、そうです、私が命名しました。かっけー、コミュ力高いんだよね、あの人、おもろい。すごいおもろい、すごいな。うちらも負けじと周りになるからね。純粋純白は心の内に秘めといて、心の内に秘めて、はい、楽しいワイワイな感じでいけたらと思います。周りになったらね、挨拶とかもちょっとだけ変わったりするから、ね、そうそうそう、そこら辺もよかったら見てみてください、見てみてください、よろしくお願いします。ということでね、定期公演が終わったら本当に交代式のみになっちゃうんですけど、はい、まあ、交代式の内容についてはその今すっごくバーッとは言えないんですけど、うんうんうん、でも本当に皆さんに喜んでいただけるようなことがあったりとか、絶対に絶対に来ないとダメだよっていう絶対来てほしいよっていうものもありますし、まあ、それこそニャンのね、ネイジとしてのラストステージがありますのでね、それがもう一番のあれですかね、みんな。そうだね、この日はね、ね、見に来てほしい、一番見に来てほしいところでもありますし、みんなをね、考えたりとかね、はい、そして私たちがね、残るメンバーてますので、はい、なんか未来のなんていうの行くと思うので、いいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもね、なんか夏曲とかがさ増えていけたらさ、うん、そうね。なっても思うから。なんかね、ゆきなもう全然これは私が勝手に言ってることなので、うん、あんまり気にしないでもらいたいんですけど、なんか勝手に自分的にね、なんかネイジとマーレどっちでも歌える曲を1曲欲しくって、なんかまあエイルが最後そうなんだけどさ、ね、なんか夏に降る雪みたいな曲、なんかそう若干ロケパラ見えるね。でもロケパラはさ、うん、ザ夏って感じだけど、そう、そこになんかなんか雪っぽいチャラララララみたいな音が入ったりとか、歌詞、シャンシャン系ね、歌詞にもなんかなんだろう、例えば真夏に降る雪がなんかなんかキラキラしてて私には眩しい、だけど夏は来ちゃったからなんかみんなではっちゃけよみたいななんかそういうなんていうの、そういう感じ、すごいすごい伝わった、すごい伝わった。歌詞にはそういう雪とかが入ってるけど夏曲みたいなで、曲がなんかシャンシャンシャンっていう音とか、キラキラキラーとかの音が入りながらアップテンポ名の曲みたいなのがなんかいけるのね、楽しそう、そう、欲しいなみたいな
いただけたら嬉しいなみたいな勝手な、そう、曲ゆずだったらさ、もう大好き大好き好き好きみたいな曲欲しいみたいな、ゆずだじゃん、なんかそういうなんか、でもそれもいいよね、ね、すごい、なんかやっぱ君ぐらいじゃない、それを、うんうん、伝えるよみたいな感じのが、うん、だから伝えたいよね、うん、え、どういうさ、曲欲しいとかある？でもそれこそあの本当にゆずちゃんが言ってた通り、うん、愛を伝える系、うん、なんかネイジはよくその見守る側が多い、そうね、なんか遠回しに好きって言ったり、そうそうそう、第三者みたいになることが多いよね、確かに、伝えたり、なんかそのやっぱ君とミオ結構似てるのが好きだったりもするので、うん、レッスンがいっぱいできるやつとかが欲しいな、確かに確かに、なんかさ、ラブドルさんのさ、ラブビームくらいさ、レス曲みたいな欲しくなるね、ラブビーム、それのね、煽りも好きですよ、ハートハート、指差し指差し、ハートハート、指差し、ビーン、わかる、こういうさ、なんかで、めっちゃなんていうの曲がいいよね、わかるわかる、誰のさじ加減になるか分かりませんけども、でもまあいただいた曲を大切にね、ねえ、で周りになってまたこういう曲じゃなくてもね、素敵な曲楽曲ね、用意してくださってたら嬉しいな、ね、たくさん増えていくと嬉しいな、たくさん増えていけるように頑張るよ、ということでね、まあ、新体制になった私たちのこともね、あの、なんて言うんでしょう、期待してこれからどういう風になるのかなって、まにゃ歌詞を推してたファンの方とかはすっごい寂しいと思うし、自分も知らないグループみたいって思っちゃうかもしれないんですけど、やっぱり私たちはそのニャン歌詞の魂を引き継いでいますし、2人に教わってきたこととか、なんかグループにとってすごいなんて言うんだろう、大事なこととかはずっとあの心に持ったまま活動していきたいというふうにも思ってますので、あのそのなんかなんだろう、久しぶりにネージ見たい、マーレ見たいって思ってもらえるようにね、私たちもこの場所を大切に、守っていきたいなというふうにも思ってますので、はい、ぜひぜひ私たち、今後の私たちにも期待して見ていてくださると、はい、見守っていてくださると嬉しいです、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、マーレの新曲来るかね、来たらいいな、いただきたいな、あ、確かに工場入れるやつ希望って、あ、確かに確かに、もうでもコロナ期間だからさ、ね、私はあのホワイトトリップがガチ恋工場あるんだっけ、わかる、そう、そう、そうなの、聞いたことなくって、うん、コロナ期に入っちゃったから、うんうん、で、あのカスちゃんとかがいるときに聞きたかったなっていうのもちょっとあったから、ね、工場聞きたい、そう、ホール聞きたい、大好き、やっぱ好きって聞きたかったからやっぱコロナっていうね、このあの敵もいますから、うんうん、そうだね、ちょっとうまくね、こうまあうまく付き合っていくのは難しいですけども、うんうん、やっぱそういう中でもね、私たちはあのその中でも全力で皆さんにね、こうキラキラした素敵なものをね、皆さんに届けれるように頑張ってきますので、はい、まあ、みんなもね、声出したい、スタンディングがいいとかすごいたくさんあると思うんですけど、うんうん、私たちもそんな中頑張って皆さんに届けるのでね、皆さんもちょっとクッと声出したいけどクッ心の中にパーッみたいな感じで応援していただけると嬉しいです、メンバーが向上いるしかない確かにでもさ、なんかアイドルさんでさ、自分たちで言ってるとことかあるよね、あ、あるの、え、ない、なんか結構行くの見たことあるよ、へー、でも楽しそう、すごい ね、面白そうだよねでもうちらがなんか言わなさそうじゃない、うちらって言わなさそう、おもちとかがさ、おもちゃん言ってくれそうだね、ノリノリで、ね、なんかさ、生誕祭のメンバーとかでさ、うん、なんかみんながその子に向かってその感想を言うとかも楽しそう、確かに、確かにそうだね、はね、もう収まってたらいいよね、ねえ、ネタ枠ばー、ほんとにもう
2年経ちましたよ、コロナさん、もういいじゃないですか、もう2年経ちましたよ、もうその感じ本当に、もうだってマスクがなかったさ生活後さ、なんか信じられないもんね、うん、そう本当に信じられないの、ね、超信じられない、で逆にさマスクを取ってたらこのままもうざわつかれる、うんうん、もう世の中じゃないですか、すごいよね、すごい本当に世の中の変化って、うん、なんかでもさうちらもさそうなりたくない、うん、なんかさ今はさそんななんていうの、うん、世の中世間的にさ、うんうんうん、その、まあ、知らない人の方が多いわけじゃない、うんうんうん、だけどさ今は普段は知らない存在だったけどこの1年後2年後とかにさ当たり前、あネイジュが当たり前みたいな、なんかネイジュっていう存在が当たり前みんなにとって、うんうんうん、あネイジュね知ってるみたいな、すごいね、なんかさね、なんかそういう風になれたらすごくないって思う、なんかツイッターのトレンドに入るとかさ、わーすごーい、ね、なんかそういう媒体に出てテレビとかさラジオとかでもなんかそういうのに出てとかバズるか、一緒に頑張ってバズりたいね、 TikTok 撮ろうか TikTok 撮るか、ゆきなちゃんの TikTok 好きだよ、ほんと、うん、ちょっと最近なんかね、最近言ってなかったんですけどアイドルメールで言ってたんですけど最近引っ越しをしたんですね、うんうんうん、そしたら引っ越し先の電波が悪すぎて、なんかさ、ツイートでも言ってたよね、電波が言ってたのかって、Wi-Fi か、うん、そう、Wi-Fi がまた取れてなんかインターネット接続できませんみたいな、うんうんうん、ちょっとこの前もね TikTok あげようと思ってこの前ゆずと多分その現場見てる、そう、チェキ会の時の、うんうん、そしたら一生上がらなくて、上がらなくて、そう TikTok が上げれなかったっていう事件があったんです。そういうのって Twitter もあんまりできない、やり直してくださいみたいな、うん、そうそうそう、キャーンってなってた、でも動画の私できなくて諦めて布団に入ったんだけど、うん、そう、だからちょっとよろしくお願いします、お願いします、だってなんか こうやってやってるあざとしだね、あの現代に追いつきたくなってきた今追いついてるよ、現代を生きてる、若いんだから、あ、すいません、中でさ、ネージュってこうパーって知れ渡ると無理で、まあね、皆さんが私たちがあげたグループでおすすめに乗ってバズるとかじゃないとできないことだから、私たちだけじゃ絶対に無理なんです ね、そう、自分たちではないで、そうなんですよ、だからこれからしていく、去年もめっちゃ新しいことに挑戦しまくったじゃん、ね、それこそ TIFF とかさ、ね、ステージ立つことができたし、そう、ロードトゥーティフとかも皆さんの力があったからできたことだし、サマーワンマンライブも新しいことで、ね、それもみんなが来てくれなかったらさ成功しなかったことだし、だからこれからも私たちはもう皆さんが応援してくれるから新しいことに行くことができるので、私たちグループとしてもまあ個人それぞれね、ゲームのやつもやってるもんね、そうなんです、載ってるんですけど、リラさんとゲームのことに挑戦していくメンバーも増えてくると思うんですけど、やっぱりそういうのって皆さんがいてくれるからこう挑戦して頑張ろうって思えることなので、
これからまた新しく何かするってなった時にね、ぜひ皆さん、あのそのなんて言うんだろう、やること、新しくすることについてもね、たくさんなんか応援していただけると、協力していただけるとすごく嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいよね、なんかさ、ゲームのやつもさ、知らない間にさやってた、なんかあ、気づいたらリアさんとなんかミオちゃんのかっこいい愛車みたいなのが上がってるぞみたいな。そう、メイクとかもね、してもらって。あ、そうなんだ。ね、なんかリアさんもそうだけど、ミオちゃんもそれともなんか別人に見えた、アイドルみたいな、なんかね、かっこいい感じってなって。あ、そうなんだ。そう、かっこいい感じに撮りました。いつもの2人じゃないみたいな、なんか一、あ、なんていうの、一タレントさんみたいな感じ、なんかアイドルの枠にとどまらずみたいな。でもそれこそそういうお仕事をさ、個人個人でもっともっとね、あの広げていけたらとっても嬉しいなっていう気持ちもあるので、これからね、ありますので、ぜひぜひいろんなイベントを応援していただきたいと思います。かっこいいですよね。嬉しい、素敵だった。いっぱい言ってくれて、うん、全然全然、優しいめっちゃかっこよかった。そう、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。札幌凱旋ライブも叶えたいね。そうですね、凱旋ライブしたいね。そうだね、今さ、あのニャンが移籍してしまったら、あの東京出身がいなくなっちゃうんだけど。そう、そうなの、ね、これびっくりじゃない。ね、東京のグループなのにさ、東京出身の人がいないってすごいよね。すごい。そうなんですよ、気づかなかったけどね、うん、言われるまで。だからあのそれこそ岡山、京都、うん、中国、北海道まあ中国は分かんないけどね、そう、京都入れたよ、京都入れた、高山、京都、中国、北海道、あ、そっか北海道3人いますからね。北海道3人ってすごいよね。そう、だからこの4カ所にね凱旋、まあ九州とかもさ行ったことないから、九州とかも行きたいし、そう、ぜひね行ってみたいですね、はい、ツアーもねできるように、ツアー行ってみたい、ね、それこそマーレになって夏のグループってなったらさ、夏フェスでさ遠征っていうの、やっぱり夏フェスに出れる夏のグループになりたいよね。ね、なんかフェスっていうさ、大きなイベントとかってすごい、本当にフェスっていう通りお祭りで楽しいから、多分行きたいな。行きたいね。行きたい。まだ名古屋にしか行ったことないから、遠征で。ねえ。ね。ヤバトンとひつまぶし食べて。ひつまぶし美味しい。そして新体制、毎日とはいかないかもしれないですけど、ゆきなとみおちゃんとこの火曜日の配信もあるわけで、うん、でリラさんとかも配信をさ、ね、してるから、結構あの毎週週に毎日ほぼほぼ毎日ネイジメンバーが見れるっていう感じになってますので、うん、もうこの配信だけじゃなくね、それぞれのルームもありますので、そちらフォローしていただいて、あの配信をね、たまにね、みんなで定期的に やっていこうっていうね気持ちなのでぜひぜひあのみんなをね、夜ね、一日疲れたなと思ったら、可愛いネイジちゃんたちを見に来ていただけると嬉しいです。そちらもぜひぜひ配信ね、見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、そろそろ時間なんですけども、ね、言い残したことはありますか。言い残したこと、うん、なんだろう、26日言ったから、何なんだろう、なんだろうでも本当残り3回のライブになりますので、絶対絶対来てくれよな、お願いします。待ってるよ、3回だからね。もう泣かないようにしなきゃ。ひなは頑張ったんだけどさ、あの涙がこぼれそうになっちゃうからさ、悲しくって寂しくって、でもこれからもう私たちは頑張っていくぞっていう気持ちを込めてね、あのキラキラ笑顔で交代式までまずはあの突っ走っていこうと思いますので、はい、ぜひぜひまずはね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はね
ね、ギフトとかもたくさん投げてくれてたんですけど、はいね、全然読めてなくてごめんなさい。これから最後にね、ギフト読んでいきます。まず最初にズッシーさん、ありがとう。ありがとう、かわいい、ありがとう、ね、ありがとう。続きましてヨビースタン、リーボスタン、ありがとう、ありがとう。続きまして、お、またズッシーが猫ちゃん、ありがとう。今日猫の日ですね。ね、にゃんにゃんにゃん。そしてヨビーがこれはなんだ、サイリウムかな。あ、サイリウム、ありがとう、ありがとうね。そしてサクちゃん、ハート、ありがとう、ありがとう。そしてまたヨビーが、わ、いっぱいくれてる、サイリウム、ありがとう。そしてレイジー、サイリウム、ありがとう、ありがとう。レイジー。続きましてショショウタさん、ハート、ありがとう。あ、またヨピがいっぱい欲しい、流れ星だ、いっぱい、ありがとう、ありがとう。たくさん天の川ができたよ、すごいよ本当に。そしてかっちゃん、ハート、ありがとう、ありがとう。続きましてレイジー、いっぱいハート、あー、ありがとう、ハートまみれだ、ね、いっぱい。そしてかっちゃん、またハート、ありがとう、ありがとう。そしてかっちゃん、猫ちゃんが続いて、だるまさん、ありがとう、ありがとう、猫だるま、猫だるま、ありがとう。そしてヨピーの、かっこいい、ありがとう、ありがとう。花、お花、バラか、かっこいいとお花だ、ありがとう、ありがとう。ヨピーさんがまたファイト、ありがとう、ありがとう、ファイト。そしてゆうやさん、サイリウム、ありがとう、ありがとう。続きましてナミッチさん、レインボースター、ありがとう。続きまして、ヨピー、猫ちゃん、たくさんありがとう。猫、猫、にゃんにゃんにゃんの日だから3つかな、ね、確かに、ありがとう。ゆうやさん、花束、ありがとう、ありがとう。そしてあやかちゃん、ハート、ありがとう。そして村井さん、音符、ありがとう、ありがとう。かっちゃん、花束、ありがとう。そしてさくちゃん、おいさま、ありがとう。そして最後、ヨピー、ハート、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。何でも読んでいきますか。そうですね、では今日のライブランキングご紹介していきます。13位、トモさん、ありがとうございます。12位がかっちゃん、ありがとう、ありがとう。11位、ごめちゃん、ありがとう。10位、さくら、さくら、ありがとう。そして9位がワカティン、ワカティン、ありがとう、ありがとう。8位がアキさん、ありがとう、ありがとう。そして7位、ズッシー、ありがとう、ありがとう、ズッシーさん。6位が白吉さん、白吉さん、ありがとう。5位が若松たっくん、たっくん、ありがとう。そして4位がレイジー、レイジー、ありがとう。3位がヒロくん、ありがとう、ありがとう。そして2位がおじいちゃん、おじいちゃん、ありがとう、おじいちゃん。そして1位がヨピさん、ヨピー、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいです、今日もたくさんギフトとかコメントとかずっと、ね、ありがとうございました。すべてね、読むことはできなかったんですけどね、こう喋ってる時にね、皆さんが打ってくれてるのがすごい、配信を盛り上げてくださっててすごく嬉しかったです。そして445人の方見に来てくださってありがとうございました、ありがとうございました。ぜひぜひ来週のね、クリスタル配信もありますので、はい、お楽しみに。私3月1日かな、3月1日か、そうね、27、うわ、もう3月か、そうだよ、早い、もうちょっとで加入して1年になるね。うん、3月8日か、3月か、よく覚えててくれたね。さすが、イエキュンということで、本日のクリスタル配信はユキとイハラちゃんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。楽しかったです。なんかスクショタイムとかした方がいいのかしら、前髪終わってるけど、スクショ、まあいっか。なんかすごいすごくない、なんかさ、現実で見たらさ、ちゃんと、あ、いいか、寝てるのに、前髪なしでスクショタイム、レッツゴー。
週末も会いましょう。したっけ？したっけ？